代表ですけど、アイターンで飯山に来て今年で9年目の冬を迎えます。飯山に来てからは暖房器具はこの薪ストーブばっかりです。薪ストーブがどうして好きかというと、薪ストーブはあの家の中で焚き火をするようなものなんで、まあすぐに部屋中が温まるっていうことと、部屋だけでなくて心も温めてくれるということにあります。この筒みたいなのは何だと思いますか？これはあの火吹き竹です。私はとにかく炎を見ているといくらでもなんか時間が過ぎていくような感じがして、この薪ストーブが私の本当の友達のような気がして、この私の冬のこの飯山の生活に欠くことのできない薪ストーブをぜひあの雪像として作りたいと、もうあの去年からずっと思っていました。ということで、あの見ていただければと思います。